どうもこんにちは、太郎です。アリアムダーリア、まだまだ面白いですね。続きやっていきましょう。パフォーになっちゃうかもね、かもねーな感じが、これケイト君って感じがするな。なんだろう、まだお土産かな。お土産はでももう買ったよね。どうなっていくんでしょう。占いとかはまだ続きあるのかな。お、コーヒーの話続きですね。それほど苦いコーヒーならシルバーへの土産にするかな。眠気覚ましにぴったりだそっか、その問題があったら飲んでもらおう。そうだな、シルバーなら喜ぶと思うぜ。シェベックの分はいいのか。シェベックはコーヒーが飲めないんだ。かわいいなあいつコーヒー飲めないのか。それなら紅茶はどうですか。紅茶もネッサの国の名物ですよ。この国ではみんな1日に10杯以上そんなに飲むんだ。すごいね。みんな紅茶飲んでんのかな。バラの王国の人間も紅茶はよく飲むが、1日10杯はなかなかにすごい量だな。紅茶もコーヒーと同じように茶葉を直接煮出して作ります。うわ、さっきのコーヒーみたいに苦そうなんだぞ。ああ、味が濃いのでとても苦く渋みも強い。でもその分砂糖もたくさん入れるんだもちろん甘いお菓子も一緒に食べる。太っちゃわない？大丈夫？紅茶に砂糖を入れたのにお菓子も食うのか。今度はめちゃくちゃ甘そうなんだぞ。でも美味しそうだな。紅茶には気分を落ち着かせる効果があるのでシェベックにはぴったりだと思います。そうだな、あいつにはせっかちなところがある。ちょっとこれでも飲んで落ち着けよみたいな感じでさ、渡すのかな。よし、セベックへのお土産は紅茶にしよう。すごいね、マリウスさ、みんなのことをちゃんとさ、考えてお土産買ってあげてんのか。どうしたんだ、ジャミル。そういえばこの前、飛行術の授業で見かけたとき、なんかあったのかなセベックストーリー始まった。セベックがマリウス先輩からもらったクッキーを食べるのがもったいないとずっと胸元に忍ばせていたこいつかわいいなマジかよこれ乙女かよ初恋の乙女みたいな。動いた拍子にそれが粉々に割れたものだから見ていて気の毒になるほど落ち込んでいたな泣いているセベックでもやばいじゃん、そんな状態なのに土産を持ってったらやばくないか。その紅茶もセベックはもったいなくて飲めないんじゃないか。過保になっちゃうかもね。もうホルマリンだっけ、あれに入れてさ、もう永久保管。新鮮さが自慢の茶葉なので早めに飲むよう伝えてください。わかった、準備しておこう。綺麗な砂時計が売ってるな。これはただの砂時計じゃないんだ。お守りにもなるんだぜ。なんだなんだそれ。中に入っている砂の色ごとにいろんな御利益があるんだ。由来、伝承にちなんでいます。また出たか、まさかこの伝説の話。店先の看板に砂の色が持つお守りの効果が書かれているな。交通安全とかかな。シンプルに。ピーコックグリーンとクリムゾンレッドの砂時計を買おう。これ誰だ？あ、リドル君とチェーニャかな。どうだ？デュース？お、デュース君とエースか。後輩のために。どんなお守りの効果があるか、看板を見てみようっと。なんだろう。こう、デュースは、学業かな。エースがわからんな。やっぱりティーコックグリーンの砂時計は先週のお姫様が由来になってるみたいだね。頭の回転が早かった姫にちなんで学業成就だって。クリムゾンレッドは砂漠の魔術師が身にまとっていた服の色だった。ひたむきに国のために尽くした彼に親子って集中力向上の効果があるそうです。あ、いいかもね。確かに。いいじゃん。俺も欲しくなったかも。どの色の砂時計にしようかな。カリも買うか。
トレイ先輩が買ったのと同じ砂時計でいいよ。俺がプレゼントしてやりたいぐらいだ。クローバーとダイヤモンドは他に誰かへの土産を買ったのか？あ、やっぱり買ったのか、リドル君。赤いティーカップとソーサーをな。やっぱりお茶会があるからな。俺とトレイ君、二人で割り勘してね。この国では紅茶コーヒーが盛んに飲まれるので、さっきもたくさん売られているんです。おー、なんかいろいろあって面白そうだな。確かに10杯飲むとか言われてたらさ、みんなこだわってなんかカップとか選んでるだろうしね。ラクダバザールでドライフルーツを買ったんだ。パイナップル、オレンジ、キウイ、バナナ。うわ、どれも美味しそうだな。メロンのもあるんだ。ずいぶんたくさん買ったな。あ、このドライフルーツをたっぷり使ったタルトをリドルに焼いてやろうと思って。みんな友達思いすぎてやばい。ただ私だけではないか。ローズハートも喜ぶだろう。まあ、トレイ君が自分で作るなら OK みたいな感じかな。今リディアに渡すのをちょっと待てになるけど、ピーコクグリーンのビーンズブレスレット、伝統柄のハンカチ、あとは小分けに包装されたフルーツチョコ、包装されたコーヒー豆でしょ。リドル一人に随分たくさん買ったんだな。これリドル君にだけじゃないよ。寮のみんなやクラスメイトにあげる分も入ってるんだ。あ、そうなんだ。うちもじゃあゴーストたちのためにさ、何か買って帰ってあげた方がいいんじゃないか。そういうものをもらっても使い道がなくて困るから食べ物がいいって人もいるでしょ。まあそうだよね。なんだかの食べ物が嬉しかったりするよな。リドル君の性格だと自分にだけお土産を渡されたら、他の寮生がもらっていないのに僕だけもらうことはできないって言いそうじゃん。確かに。だから俺もドライフルーツのタルトを寮生みんなに振る舞うつもりだ。みんなリドル君のこと分かっててすごいいいね。なんか至れり尽くせりですね。さすがはあの暴君。いえ。口が滑ったか、ジャミル。お前厳格な寮長に仕えるお二人だ。続く、微笑ましい。ストーリークリア。もうバッチリだね、お土産は。さて続きはどうしよう。ぐんぐん伸びてる。なんだろう、気になる。蛇かな。蛇使いが現れて、サハベ市場、あそこのアイスのお店、人だかりができてるよ。アイス買うためのレストランより見物客みたいだね。え、アイスか。ネッサの国の評価か。注文しないわけにはいかないな。マリアス反応した。なんだろう、一つもらってもいいか。あいよ。お兄ちゃんは観光客かな。うちのアイスを食べたらびっくりするぞ。今すぐ用意するから、このカップを持って待っててくれ。シュッシュッ。なんだ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 、何が起こる。これ棒でこねたアイスがぐんぐん伸びてる。面白い。あ、トルコ風アイスとかってあれか、あんな感じか。カシャ。はい、出来上がり。さあ兄ちゃん、カップを差し出してくれ。ああ、キュッ。あ、これやられるよね。スカム。かわいいマリウス。目の前からアイスが消えちゃった。ほら、ちゃんと取ってくれないと困るよ。あ、次はしっかり受け取る。マリウスがひょいスカ。観光してんな、ちゃんと。マリウス怒んないでね。あはは、どうだい、伸びるアイスなんて初めて見ただろう。マリウス、もう何回もアイスを鼻先に突き出されては散らされてるな。うわー、どうした、ジャベル。申し訳ありません、マリウス先輩。遊びとはいえ、我が国の者が無礼な真似を。ジャミル。ただごとじゃないと察したか、ジャミル。どうか、どうかお見通しよう。何を言っているんだ、ハイパー。いや、あの、ずっとアイスを取らせないいたずらをされてお怒りになってしまいましたよね。
これくらいで僕が怒るわけがないだろう。選手のパフォーマンスに感動していたんだ。よかったまあでもジャミル気が気じゃないよな。ショーはここまで。さあ食べてくれ。ありがとう。いただくとしよう。パク。なかなかいい味だ。食感も面白い。これは気に入ったぞ。はあ、それは良かったです。お疲れ、ジャミル。すいません。これを一つください。なんだろうね。何買ってんだ、トレイ。バンダナを買ったのか？ああ、この衣装を着た時から興味があったんだ。柔らかいし綺麗だし、何よりいい記念になるかなと思って。なんか財布緩んでんな、みんな。めちゃめちゃ買ってないか？もっとも、こういうものを買ってもあまり使い道がわからないんだけどな。まあちょっとわかる、それは。使い道？好きなように使えばいいじゃないか。あ、カリブが一番よく知ってるかもね。俺が普段使いするには少しハードルが高いかもしれない。そうか？今頭に巻いているのもすごく似合ってるぞ。巻き方に困ったらいつでもスクラビア寮に来てくれ。助かるよ。また友達が、友情が深まっちゃうね。出たよ、これ。ジャミルが教えてくれるからさ。ジャミルの仕事がまた増えた、静かに。自分で巻いてなかったのか？ジャミルに迷惑をかけるのも申し訳ね。しっかり覚えておくようにするよ。確かにね、カリブがさ、もうあたかも自分で教えるみたいな感じだったのに、ジャミルだった。続く。ストーリークリア。いや、土産だけでもこんな盛り上がるとはな。お、なんか暗くなってきたよ、これ。うわ、どうなっていくんでしょう。気になるところなんですが、まあ、今回はこれで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、Twitter フォローとお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。